はい、皆様こんにちは、コミッティビヤギでございます。金子です。本日はですね、金子さんにまたおすすめの時計ですね、紹介していただくシリーズということで、今回、紹介していただくものはどちらになりますでしょうか。はい、今回はですね、GMT マスター2の、黒と青のベゼルがついたモデルですね、通称バットマンと呼ばれているモデルなんですが、そちらのオイスターブレスの仕様のですね、廃盤モデル 116710BLNR をご紹介させていただきます。状態がですね、シールがついた2商品になりますのでご覧いただければと思います。はい、GMT マスター2ですね、今かなり、人気本当に上がってきてますんで、状態も含めてですね、今未使用品ということですけれども、ちょっと時計、実際に見ていただいてご購入のご検討ですねしていただけたらと思っております。最後までですね、ぜひご視聴の方よろしくお願いいたします。はい、ではこちらの商品を説明させていただきます。2019年にですね、廃盤となってしまったオイスターブレス仕様の黒と青のベゼル、通称バットマンと言われているモデルになるんですけども、2019年からはですね、ブレスがオイスターブレスからジュビリーブレスに変わりまして、キャリバーも新キャリバー3286キャリバーが搭載されたですね、型番 126710BLNR というモデルが登場しているんですけども、こちらのオイスターブレスの仕様もですね、やはり根強い人気がありまして、僕も店頭に立っているとオイスターブレスの方がいいというお声も聞くモデルでございます。現在ですね、 BLNR のジュビリーブレスの現行モデルも相場高いんですけど、こちらのオイスターブレス仕様の旧型バットマンもですね、安定して相場は高い状態を維持しております。今回入荷の個体はですね、今は新品で買ってしまうとどうしてもシールというものが、通常新品出荷時についていたシール剥がされてしまうんですけども、この個体に関してはですね、新品出荷時と同じ状態のコンディションでございます。シールのついている箇所っていうのが非常に重要なポイントにはなるんですけども、ケースサイドのシールですね、あとは裏蓋のシール、あとはバックルのシールですね。こちらバックルを開けたところのこちらのプレートの部分もですね、しっかりシールがついております。であとは結構ここが剥がされてしまっているものとかも多いんですが、こちらの赤いシールですねもしっかりついておりまして、ブレスの裏の部分もですね、シールがしっかりついているという完璧なコンディションになります。であとはコマ調整もされておりませんので、完全デッドストックといえる状態になります。付属品はですね、箱保証書、あとは GMT の冊子と、あとシリアル入りの白のタグ、あとクロノメーターのタグと、こちらも全て揃っております。白のシリアルタグがですね、揃っている個体が今少なくなっておりますので、こういったところは非常に嬉しいポイントになるんじゃないかなと思っております。完全デッドストックのですね、オイスターバットマンの 116710BLNR ですね、まだ今は200万アンダーでは動いているんですけども、今後の動向が非常に楽しみなコレクターズアイテムだと思います。このような個体というのは本当にないので、あるうちにゲットをお勧めいたします。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。シール付きの完全デッドストックの商品ということで、本当に魅力的だと思うんですけれども、気になるお値段の方お願いいたします。はい、税抜きで168万円でございます。税込みで184万8千円でございます。安いですね。はい、この商品はですね、シールが完全に、全てついている状態で、コマ調整もされていない、完全デッドストックになるんですけども、まだこのような価格では出せるんですけども、今後、このような価格では買えなくなってくるのではないかと予測されます。なるほど。もちろん商品使っていただきたいという部分はあるんですけれども、これだけの完全のデッドストックってなると、ちょっと実物資産としてですね、持っておいていただくっていう買い方も、ありなのかなっていうのは、今後に向けてですね、ちょっと例えばこう上がる可能性があるものかなと思いますので、その辺も踏まえてですね、ご購入検討していただけると、いろいろと面白いんじゃないかなと思いますので、気になる方は説明欄の方にこちらの商品の URL 貼っておきますので、ホームページチェックしていただいて、詳細もですね、一応見ていただけたらかなと思っております。本日もですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。